なぜプラハカレッジで勉強しようかと思った理由は、まず英語を自分の英語をもっとブラッシュアップしたかったのと、あとあのメジャーであるアートとデザインを日本の大学じゃなくて英語の環境で勉強したくて選びました。プラハカレッジの、授業内容とあと教える方法とあと、施設は、ファンデーションコースは特にクラスメートが少なくて少人数グループのクラスなので先生と1対1で話せてもっとプライベートレッスンっていうか一人一人と話す時間がたくさんあってとてもいいと思います。で私施設はキャンパスが2つあって1つはレクチャーとか行うキャンパスでもう1つはスタジオとかコンピューターとかが使えるキャンパスで今は1クラスだけ、スタジオの方のキャンパスでやってるんですけど設備は、スペースがあってコンピューターもたくさんあってタブレットとか機材も借りれていいと思います。さっきの質問とも似てるんですけどプラハカレッジの授業は特にファンデーションコースで思ったことはバーチェラーのコースに行く前に1年スキルを磨く時間があって、自分のスキルをその1年間の間ですごい成長させることができたと思うし特に私はその最初は全然アートとかデザインが好きだったけどでもスキルがない状態だったのでその1年の間でソフトウェアの使い方とか本当に基礎的だけどでもすごい大事なことを学ぶことができました。こっちプラハに来て大変だったこととかちょっと、チャレンジだったことは、やっぱ言葉ですね。英語その学校内は英語で生活できるけどやっぱり母国語と違うし最初は自分の思ってることが全然スムーズに言えなくて辛かったけどでも一歩踏み出すとなんか一歩踏み出してちょっと挑戦して友達に伝わった時とか自分の言いたいことが言えるようになった時がすごい嬉しいです。プラハで住むことは英語が通じなくはないけどでもやっぱり第一言語はチェコ語だからチェコ語が話せたら何十倍も生活しやすいんだろうなとは思います。でもたくさんカフェとか、公園とかがあって特に春と夏はすごくお日様も出てるし公園で、なんかリラックスできたりして好きです。寮での生活は最初の半年間だけ寮に住んでたんですけど私が住んでた寮は結構綺麗で新しくてリノベーションされてて綺麗ででも綺麗で、自炊しなくちゃいけなかったのでちょっと大変だったけどでもルームメイトに恵まれたので楽しかったです。ファンデーションコースが
終わった後は、ここ同じくプラハカレッジの、グラフィックデザインに進んで3年間、バーチャルで学ぶ予定です。